るぞ。我らの狙いは K、 なるべく多くの敵を巻き込む。ここが我々のおとりとなりましょう。敵を引きつけ家系の範囲へ誘い込むのです。いたぞ劉備軍だ。のこのこ出てきやがって。おえおえ、敵が追ってきている。この調子で誘導するぞ。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。お役に立ってみせます。おめえどこでそんなに鍛えた。それやってんなら恐ろしすぎるぜ。ここまで引き寄せれば十分か。あとは敵を足止めしなくては。もはや世は見せぬ。曹操軍の将兵よ、この趙子龍が相手だ。少しはお役に立てたでしょうか。おお、素晴らしきお働き。伝令、趙雲様、敵軍の誘導に成功したとのこと。さすが趙雲殿ですね。これでより多くの敵を家系に巻き込めます。おめえこんなとこで何してる。絶対来るなっつったろうが。すみません、趙雲様のことがどうしても心配で。かあ、まあ来ちまったものは仕方ねえ。だがいいか、絶対に無理すんじゃねえぞ。敵の奇襲部隊がいるって話だったな。どこに潜んでるかわからねえ。気をつけろよ。あの、それでしたら大丈夫だと思います。私がその倒しておきましたので。倒した？奇襲部隊のか。こりゃ驚いた。おめえやるじゃねえか。私チョイスの役に立てたでしょうか。はい、もしそうなら嬉しいです。おめえの働き無駄にはしねえぜ。俺も気合い入れていかねえとな。よっしゃ、火を放て。曹操軍の奴らを追い払うんだ。うわぁ、敵の家系だ。おのれ、姑息な手を使いよるわ。お前は、ここは戦場だ。怪我する前に去れ。カコートン様、ごめんなさい。だけど、私お役に立ってみせます。このことは縁には黙っておいてやる。すぐに巨匠へ戻れ。いいな。私どうすれば。たく、どうにか曹操軍を追っ払えたからいいものの、
手に戦に出やがってヒヤヒヤしたじゃねえか。ごめんなさい。ん？元気がねえな。まさかどっか怪我でも。よく解く。なぜすぐに報告しなかった？どうした兄者、報告ってのはこいつのことか？いや俺は止めたんだがよ。そうではない。先ほどの戦で曹操軍の兵らの話を耳にした。その者は曹操軍重鎮の花公園、その縁者であると。なんだって？そいつは本当なのか？ごめんなさい。劉備様たちの敵がまさか曹操様だったなんて私知らなくて。すでに口さがない者たちが曹操軍の患者ではないかと噂を立てている。白鵬派での戦いの前、この娘が陣中を走り回っていたのを見た者がいるのだ。それはそいつは違うぜ兄者。こいつは怪我したうちの連中を助けようとして。事実はそうかもしれぬ。しかし陣中に不安がはびこっているのもまた事実なのだ。分かった。こいつのことは俺が責任持って何とかする。ごめんなさい張飛様、ご迷惑をおかけして。別に謝ることはねえが、これ以上ここには置いておけねえ。今から巨匠に送っていく。いいな。おめえどこでそんなに鍛えた？素でやってんのは恐ろしすぎるぜ。おい、まだ見つかんねえのか？巨匠の中はくまなく捜索しているのですが、やはり白鵬派での報告は本当かと。お嬢！くそ、人質ってわけか。けおめえらみてえな卑劣な真似誰がするかよ。ほらさっさと行け。あの張飛様。いえ何でもありません。いやどういうことだ。深夜で迷子になってたやつを送り届けただけだ。他に意味はねえよ。じゃあな。花公園様、追いますか？いや今はやめとけ。お前はもう下がっていいぜ。あの猿王子様、ごめんなさい。私一度でいいから外の世界が見てみたくて。まったく心配かけさせやがって。一体何がどうして劉備軍の世話になったんだ？その森で乱暴な方々に囲まれたところを張飛様に助けていただいたんです。ああそういうことか。思わぬ借りができちまったな。あのどうして猿王子様たちと張飛様たちは敵同士なんでしょうか？張飛様たちはその悪い人では。悪党じゃねえからこそ戦わなきゃなんねえのかもしれねえな。え？殿には曲げられねえ信念がある。それを貫くためなら俺たちはどこへでも行くし、誰とだって戦える。劉備のとこの奴らも似たようなもんなんだろ。だからどっちかが倒れるまで戦うしかねえ。さっさと降伏してくれりゃ話は早いんだけどな。どちらかが倒れるまで。お嬢、あいつらは敵だ。何があったか知らねえが、
もう忘れるこった。とにかくだ、俺らはまた慌ただしくなる。お嬢は巨匠から離れんなよ。待ってください、猿王子様。深夜に白鵬派、二度までも煮え湯を飲まされたな。くそ、劉備軍の奴ら調子に乗りやがって。だがそれもここまでだ。今度のうちの兵力は前回の数倍規模って話だし、何より曹操様自ら出陣されるとか。いよいよ本腰を入れて劉備を仕留めるってことか。よし、深夜や白鵬派の借りを返してやろうぜ。大変です。このままでは張飛様が。なんとかお知らせしないといけません。でも私は猿王子様の身内、曹操様を裏切るなんていけないこと。いえ、やっぱりこのまま家に帰るなんてできません。張飛様のもとへ向かわなくては。よかった、張飛様。おめえ、なんで戻ってきやがった。曹操様の大軍勢がこちらに向かっています。早く逃げてください。おい。その者の情報、こちらの石膏が掴んだものと一致するか。曹操が本格的に我らを討ちに来たのならば、深夜や白鵬派のようにはしのげぬであろう。諸葛亮殿、何か考えは終わりか。劉表殿の長子劉貴殿と共に南へと引くのが良策です。その後、江東の孫権と同盟を結んで曹操に対抗するのです。そんな大事な情報を漏らしていいのか。俺たちはおめえの敵なんだぞ。よくはないと思います。でも張飛様は私を助けてくださいましたから。そうかよ、情報はありがたくもらっとく。さあ、とっとと巨匠へ帰りやがれ。あの、私張飛様と一緒にいたいです。ダメでしょうか。おめえ何言ってやがる。俺たちと一緒にいたら帰れなくなっちまうぞ。おとなしく巨匠に戻れ。待つのだ、翼徳。このまま巨匠へ戻っては、情報を漏らしたとして処罰されてしまうやもしれぬ。処罰？けどよ。報告、曹操軍本体慶州へ到達。劉備殿、ことは一刻を争います。すぐに南へとお逃げください。皆くれぐれも無理に戦おうとはするな。今はただ生き延びることが勝ちと心得よ。くそ、もう隠れるような時間もねえな。仕方ねえ、俺たちと一緒に来い。けど途中で怖くなっても知らねえからな。ありがとうございます。足手まといにならないよう頑張ります。劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。曹操軍は容赦なくそこを狙ってきましたね。結果、皆散り散りに落ち延びることになりました。ああ、しかしまさかこれほどの民が私についてきてくれるとは。彼らを救うどころか戦に巻き込んでしまうとは。今はただ己の非力が憎い。お気持ちはお察しします。ですがご心配には及びません。民は
孔明様が用意した船に乗って逃げる手はずになっております。龍騎殿も河口へと先行し、私たちを迎え入れる準備をしているとのことです。劉備様を慕う多くの民を救うため、まずは河口へ向かうことを第一に考えましょう。ああ、分かった。皆の無事を信じ、河口へ急ごう。劉備殿、今は逃げをせることが勝利です。河口へと急ぎましょう。私を慕ってくれる民がこれほどまで、ならば何としても曹操から逃げ切らねば。皆さんが逃げられるように手伝わないと。怖いけれど、どれ頑張ればきっと。ここは要所となるか。よし、私たちでここを守るぞ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。民を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりですが。クソ、こりゃ引くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。すごい、なんて強いんだ。おい、聞いたか、向こうの砦に味方が取り残されてるらしい。ああ、知っている。だが手遅れだ。砦はすでに曹操軍に包囲されている。
方、陥落しました。道が開けました。皆さん、今のうちに逃げてください。やった、助かったぞ。あんた、さっきは疑って悪かったな。少しはお役に立てたでしょうか。おめえ、どこでそんなに鍛えた。レースでやってんなら恐ろしすぎるぜ。安心、我が元へ乗り込んでくるか。細物か万有か、わしが見定めてやろう。おめえ、曹操様に意地悪しに来ただか。そんなの、おいらが許さねえぞ。お役に立ってみせます。お使いください。はい。やっ、ごめんなさい。君の力を読み違えていたか。今です。ごめんなさい。そりゃ、はい、やだ。お役に立ってみせます。進軍やめい。周囲を警戒しつつ防御陣形を展開せよ。勇壮な芯を揃え、覚悟力をつけるとは。劉備、奴もまたわしと並ぶ英雄よな。少しはお役に立てたでしょうか。おめえ、どこでそんなに鍛えた。素でやってんなら恐ろしすぎるぜ。曹操様が退却された。そんな、俺たちはこれからどうすれば。お前さん方、まさにそういう東にもぞ。無事に船を借りることができました。これも劉備様の人徳の賜物ですね。よかった、うまくできたみたい。こっちの兄じゃ、あの橋まで急ぐぜ。おめえも来たか。いいか、絶対に無理するんじゃねえぞ。はい、ありがとうございます、長飛様。やってやるぜ。はい。あっ、え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 っ、勝敗は陛下の常。またお相手願おう。大将、討ち取りました。すごい、なんて強いんだ。ここは抜かせん。厄介な連中が嫌がったぜ。兄者の邪魔はさせねえ。解き上がれ。お前の真の
三国武装だって。ごめんなさい。何がどうしてこうなった。我が方が不利か。みんな奮戦せよ。手強い相手のようですね。ですが希望を捨ててはなりません。ヒュージが飛行の部を研ぎ澄ましたか。大切な人たちのために。ここは引かせていただこう。シャニムにあがきおりは不覚を取る前に引いておくとしよう。これで橋を渡れるな。兄者たちは先へ行ってくれ。少しはお役に立てたでしょうか。ご立派なお姿感服しました。敵将を追い詰め申した。みな今こそ奮起する時でござる。敵将の手で追い詰められたか。この窮地いかにして脱しようか。磨ききた武の髄をもってお相手いたす。いざ女孔明と刃を交えん。貴公もこれほどであったか。拙者修行して出直してまいる。おお、無事に逃げられるとは。おかげでこの命救われました。実はアート様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。今でしはお役に立てたでしょうか。おめえどこでそんなに鍛えた。素でやってんなら恐ろしすぎるぜ。軍の屈強さ思い知らせてやれ。私の気力が溢れようとは。敵将討ち取りました。お役に立ってみせます。おお、素晴らしきお働き。来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど私ではとても。少しはお役に立てたでしょうか。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。何をする。私をどこへ連れて行こうというのだ。何も心配はいりません。お役に立ってみせます。まだ逃げるばかりではないのですね。リルビグ、やはり厄介な相手です。助かりましたぞ。どうなることかと肝を冷やしましたが。いや、それよりアト様をお救いください。情報は集めてございます。敵将討ち取りました。
痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。おー、者ども行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍をすり潰すのだ。なんと我らとて劉備様の兵、たやすくは倒れぬぞ。ハト様、どこにいらっしゃるのでしょう。早く見つけて差し上げないと。お役に立ってみせます。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。これを上回る武勇のものか。ならばここで朽ちるも本望よ。ありがとうございます。正直死ぬかと、いや死んだと思いました。そうだ、アト様について聞いたことが。どうぞお役立てください。少しはお役に立てたでしょうか。おお、素晴らしきお働き。あ、はよい。もはやこの先の無駄。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。いたぞ劉備軍だ。のこのこ出てきやがって。追え。俺を抜こうってか。寝言は寝てから言え。ごめんなさい。己、これで勝ったと思うなよ。敵将、討ち取りました。強そうな奴がいるな。決めたぜ、あいつは俺がやる。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将、討ち取りました。おお、素晴らしきお働き。ごめんなさい。わざわざやられに来たか。返り討ちにしてくれる。おっと、ここを通すわけにはいかんぞ。あなたこそ真の三国無双です。私たちも。無事にお連れできて本当によかった。これで劉備様もご安心なさるはず。